こんにちは、柴田です。今回ご紹介させていただくのは MXR のフェイズ100とフェイズ90です。この MXR のフェイズ100とフェイズ90は誰しもが一度は見たことがあるんじゃないかと思います。超有名ギタリストチャーさんや高崎明さん、 XJAPAN のヒデさん、パタさんと名だたるギタリストたちが使用していることでも有名です。なぜ人気があるのかっていうのはですね、一度音を鳴らしたことがある人にはすぐわかると思うんですけれども、このフェイズのですね、えぐみがすごい、えぐいんだけれども気持ちがいい、ただただやたらとエフェクトがかかっているんじゃなくて、非常に程よい感じでエフェクトがかかって心地いいサウンドになります。このフェイズ100とフェイズ90の違いはご覧いただいた通りですね、これですね、つまみの数が違います。フェイズ100にはインテンシティがついておりまして、でこちらにスピードで、フェイズ90はスピードのみですね。めちゃめちゃシンプルな仕様になっております。ではこのインテンシティのですね、つまみをご覧いただきます。フェイズ100のインテンシティは4つのモードが切り替えられるようになっております。この4つのモードがですね、言葉で表しているのではなく、ご覧いただいた通りですね、図で書いてあります。これ一番左が長丸で横棒が飛び出していると。そしてここはですね、メガネみたいな感じで、これをドラえもんみたいな状態ですね、というふうな感じでですね、どういった意味なのかなっていうのを、これを見ただけだとなかなか理解しがたいんですけれども、音を鳴らすと、おお、そういうことかっていうのがですね、理解できると思います。そしてフェイズ100にもフェイズ90にもついているスピードなんですけれども、これはうねりのスピードですね。うにょうにょ感がこっちに回すと派手になってきます。そして逆にこっちの方に回すと、うにょうにょがゆっくりな感じになります。では早速鳴らしていきたいと思います。
というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。フェーズ100はですね、このモードを切り替えれるので細かい設定が可能になるんですけれども、フェーズ90、こちらつまみ一つなんですけれども存在感すごいですよね。設定なんて何のその、スピードをこのですね12時にしておくだけで MXR のフェーズの良さが 100% 引き出されているような感じがします。音の太さもですね、正直僕が感じたのは100よりも90の方がなんか厚みがあるなというふうに思いました。決め打ちでですね、もうこの音をガツンといくんだという方には90めちゃめちゃおすすめです。僕は個人的に100を所有してるんですけれども、いや90の方がいいなって思ったくらいです。どちらもですね、設定自体は非常にシンプルなので初心者の方にもすぐに使いこなせると思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。